家族、うん、まあこういうふうにね、替え歌ってあんまり歌っちゃいけないんだけどね。替え歌？替え歌って知ってる？なんか言ったらね、いやいやよーっていうのできる？三、はい、いやいやよー。そのいやっていうのはね、うんと大事なことなんだぞ。先生が何か言ったらね、いやって言って、三、はい。いや。どこで安全車動いてるのあれ？あれね、止めてもね、どれ？止めてもそれ、止めてもそれ回る。あれやったの。いやいやよって言ってよ、さん、はい。いやいやよ。もっと元気。いやいやよ、さん、はい。いやいやよ。よし。じゃあ先生が何か言ったらね、いやいやよって言ってよ。いいか？乱暴マンは。いやいやよ。いや、そんな言い方じゃダメよ。もっとしっかり、いやいやよって言わなくちゃ。乱暴マンは。いやいやよ。もっと元気よく、乱暴マンは。いやいやよ。乱暴マン嫌いなの。乱暴な人いるか？いない？いない？そう？うんちのついたパンツ。いやいやいや。あら、嬉しいの？嬉しい人はついてんだな。うんちのついたパンツ。いやいやよ。そうだ。いやにあんた深刻な顔してるとついてんの？大丈夫？本当？臭い頭。いやいやよ。お風呂入ってね、ちょこちょこちょこっとしてごまかして頭洗ってるとね、すぐ臭くなるから、夏になると気をつけようね。分かったか？臭い頭。いやいやよ。ねえ、嘘つきマンは。いやいやよ。もっと元気。いやいやよさん、はい。いやいやよ。嘘つきマンの知るか？いないか？かつくいないか？わがままマンは。いやいやよ。わがままマンの知ってますか？いませんか？怒りんぼうは。いやいやよ。怒りんぼうは。いやいやよ。ね、怒りんぼう嫌だね。うん、僕も嫌いだ。ぐずぐずまんは。いやいやよ。ぐずぐずまんは。いやいやよ。いやいやまんは。いやいやよ。何言ってもね、いや、いやって人いるよね。お勉強しようか。いや。ね、ご飯食べる？いや。人参食べる？いやーって言ってね、そういうのもいけないね。よし、今日はそういうお勉強の日です。で、カツ君これを出してくれますかね、この黄色い主席を出してくれる？よし、今日は皆さんにね、いろんなことをね、聞いてみたいと思うんですけども、一緒に住んでる人のことを家族と言いますね。その前にじゃあもうちょっと待っててみるか。あ、お母さんこれ書いて、このページだけちょっと書いて、鉛筆挟んでやると、すいません、はい、そう、ちょっとね、この勉強してみよう。いいな、いいな。お父さんって言うでしょ。でも書くときはね、お父さんっていうの。ちょっと手出してみろ。お父さんさん、はい。お父さん。もう一回よ、さん、はい。お父さんね。でも読むときはお父さんっていうのね。お母さんはお母さんさん、はい。お母さん。こうやってさか、手出してみた、手を出してみろ。お母さんさん、はい。ね、書くときはお母さん、でも読むときはお母さん。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 おじいさんはおじいさんって書くんだぞ。さん、はい。おじいさん。はい。じゃあいくよ、さん、はい。おじいさん。でも読むときはおじいさんってね。おばあさんさん、はい。おばあさんさん、はい。おばあさん。おばあさん。お父さんとお母さん一緒だ。そうか、お父さんとお母さん一緒なのか。そう、ちょっとごめんね、今日まだお父さん整理しないまま始めちゃった。おっさんはダメだ、おっさんが全部一緒。おっさんってひどいよね。1たす1は2。でも1、2にならないといけないのよ。例えばお父さんとお母さんが
ラブラブなの。大好きなの。好きよ。好きだぞ。そして結婚したのよ。11?1 たす。いやいや、そしたら赤ちゃんが生まれたの、2人。うん、何人になった?4人。何 ?4人。4人なの。だから僕の家族は4人ですってなりました。ね。でね、和樹は家族の話をしたいんだけど。僕は5人家族。あなた5人家族？本当分かってるじゃない。家族知ってる人？何人家族？何人家族？4人家族。5人家族。じゃあちょっと見てよ。この人の家族は何人かというと4人なんですよ。1、2、3、4。これはお父さんでお母さんで。お兄さんで私って4人なのね。この人の家族は何人か分かるか？3人だね。僕1人だけだよ。あ、そう。僕の家族は数えてみようか。3、はい、1、2、3、4、4人だよって言いました。わあ、この家族多いですね。これおじいちゃんおばあちゃんも一緒に住んでるんだな。じゃあ数えてみるか。何人？8人もいる、うん、そう。これ8人か。3、はい、何人？7人。3、はい、1、2、3、4、5、6、7人なんだ。そこでちょっと聞きたいんだけど、ケロちゃん、ケロちゃんね、あんた自分で喋ってるんだろ。うん、ほら自分で喋ってるじゃん。僕が喋ってると思うでしょ。ねえ、じゃあね、口閉じて言ったら、ケロちゃん一緒に歌を歌うか。うん、どうする？歌う、歌う？口閉じて歌える。え？何が？ケロちゃんね、ちゃんとね、歌歌えるんだぞ。歌ってるか？ね、ケロちゃんね、自分で歌えるか？ん？え？何？え？今日？一人？本当？ほら、歌歌う？ね、あ、エルの歌が聞こえてくるよ。あ、携帯に音つけてる。音楽つけてる。ケロケロバッパッパ。音楽つけてる。音楽つけるの。あの人鋭いもんでダメだ。あ、音楽つけてる。わかった。見た。だからケロちゃん自分で歌っただろ。うん。うん。音楽つけてた。音楽でね。見たの？うん、見た。この中にアキさんっていう子いるか？ボタンつけない。アキさん、アキさんっていう子あの人だって。なんケロちゃん。うん。あなたの名前なんていう名前？うんうんうん。林博士？うん。嘘言ってる。これ林博士じゃないの。あなたアキさんだぞ。何？お父さんの名前？うん。僕よく知ってるよ。涼介って言うの。ね。涼介君って言うの。お父さん涼介さん？うん。そう。お母さんの名前？うん。お母さんの名前なんていう名前ですか？ちゃん、お母さんの名前？ん？なんて名前？聞いたことある？そんな恥ずかしがらないで。うん。っていうの？違う。違うちゃんっていうの？違う。だって違うちゃんっていうの？違う。じゃあなんて名前？違う。え？って名前？もう変わって、なんて名前なの？聞いたことある？なんて名前？教えてくれないの？うん。どうして？いや、ちょっと待って、他の人聞いてみるか。ね？ちがつかないか？ち何？鈴木あき。え？ちあき。ちあき？ちあきさんって言うんだって。そうすると、鈴木さんの家族は何人ですか？あのダンディーっていうのはそうなの？ダンディーっていうのは何？弟？違う。なんじゃ何あれは？犬。犬のダンディーちゃん。うん。あ、そう。あんた犬好き？うん。こ、はい。怖いのか。でも嫌い。王子さんって誰？犬。あら、王子さんも2匹もいる。ダンディーさんと王子さんっているの。すごい名前だね。聞いたわ。王子様だって。で、お姫様もいるのか？うん。
ウニ食べるウニ違う猫あ、ね、猫さんの名前がウニさんっていうの、まあ、それは家族でもちょっと違うんだけどね。あそう、ダンディとオホジだって。あんたなんて名前よ。ヘロケロちゃんっていうのか。ありがとう、ケロちゃんっていうんだね。まっちゃんって知ってる？まっちゃん、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 お茶、いやお茶、まっちゃん、まっちゃんでしょ。上島のまっちゃん知ってる？まっちゃん、なっちゃんなら知ってるけど、なっちゃん知ってる？あの人は家族じゃないの？おじいちゃんの友達のまっちゃん、まっちゃんだろ。ちょっと発音悪かったんだ先生な。まっちゃんあんたまっちゃんって知ってる？うん、おじいちゃん、うん、知ってるって。でも鈴木さんの家族か、あ3人だな。よし、じゃあ今度は後ろにリアム君、リアム君のか家族を聞いてみるか。お父さんの名前なんて名前ですか？ダディ。ダディっていうのは名前か。カッツダディっていうの？ダディ、ダディって名前、うん、ん？何？ニコラス？ニコラス？ニコラスさんじゃないのか？違う。あ、違うさんっていうの？違う。じゃあお母さんの名前なんて名前？マミ。ママミっていうのもね、ママって意味なのよ。お母さんの名前あるんだぞ。あんた知ってる？うん。あんた知ってるの？あ、そう、なんていうの？うん、ケイコ？うん。ケイコさんって誰じゃあ？いや、その、ケイコでもマミでも。ケイコって僕の…ケイコでもマミでも何？ケイコって僕のことじゃん。え？二つともじゃ。二つとも何？名前なの？文字。ん？二つの名前がある。二つの名前がある、うん、じゃああなたの、あの名前、なんて名前があるの？二つ違う、あの、うん、ママの名前がイングリッシュと日本語の二つの名前があるイングリッシュの名前が何なの？いや、恵子さんって名前じゃないの？そう。そうでしょ？じゃあお父さんは？だからダディ。ダディっていうのはお父ちゃんって意味だぞ。そう。でもお父さんが…ダディっていう名前。え？ダディっていう名前。ダディっていう名前。あ、そう。何のママの名前？ダディって英語みたいな名前だね。ダディって英語みたい。 ダディっていうのはお父さんって意味だ。あなたはお父さんのことなんて呼んでるの？パパ？お父様？お父さん？お父？みんななんて呼んでるの？お父ちゃん。お父ちゃん、いいね。お父ちゃん、懐かしい言葉だね。お父ちゃん。じゃあお母ちゃんっていうの？お母さん。お母さん？そう。あなた、あの、お父さんがニコラスと書いてあるけど、いや、ニコラスっていう名前だけど、違ったかな？違う。じゃあ別の名前で呼んでるんじゃないのかな。お母さんも、じゃあお母さんも ダディって呼んでらっしゃいます？お父さんのことをダディって呼んでらっしゃる？いや、あの、通称でニックって呼んでる。ニック、ニック、ニックニックっていうの？ネイじゃない。いや、ニックニックって言うんだよ、あんた。わかった。じゃあ、あなたの家族は全部で何人なの？いや、赤ちゃんを入れるって言ったら赤ちゃん入れなきゃダメなんだぞ。赤ちゃんは絶対入れてあげるんだぞ。な？で、4人なのよ。あんたの家族4人なの。ね？あんたの近くに、和義さんっているか？ん？ない。黒田和義さんっていうのは違うんだな。よし。まあいいや。じゃあ今度は田島くんに聞いてみる。田島くん。うん。お父さんの名前なんて名前ですか？あ、シランさん。違う。田島はシランさんって言うんだな。うん、さんなの？聞いといてよ、今度。お母さんなんて名前？ダディ。お母さん。シランさん？みんなね、お母さんの名前何って、シランって言うから。ミキエさんって言うんじゃないのか？ミキエさんだろ？それとあんた家族は何人なの、全部で。3人。3人だな。お父さんは何て名前？まあ、もういいかな。ごめんな。よし、じゃあその次。何かカエルの色落ちてた。
ごめんなさいね。え、ムーンさん、お母さんの名前なんて名前？ヘラ。え？ヘラ。じゃあお父さんは？家族は全部で何人だ？3人。3人か。よし。また後で帰ってもらうからな。よし。じゃあ今度はマイちゃん。マイちゃんは誰だ？ま、あなたもマイちゃんって言うのか。お父さんの名前なんて名前ですか？ん？お父さん。道明さん？じゃあお母さんは。お母さんはなんていう名前ですか？あんたお母さんの名前知ってる？知ってるって。なんて名前？お父さん？マサイ、お母さんだぞ。なんて名前？マサイさんっていうの？マサイさんっていうんだって。聞いたことある？ね、みんなにママとかって言ってるもんでね。あなたのうちのお姉さんがいるでしょ。お姉さんの名前なんて名前ですか？よく知ってんの、僕、しおりちゃんのこと。ね。あんた好きでしょ？しおりちゃんと友達だもんで。で、おばあちゃんもいるの？おばあちゃんの名前知ってるか？ちょっと知らない人多いんだな。おばあちゃんもいる。そうするとあなたの家族は全部で何人ですか？舞ちゃんと、道明さんと、正恵さんと、しおりちゃんと、もう一人、おばあちゃんもいるだろ？全部、そう、5人だよ。よし。ね。それから、ケイ君、はい、あなたケイ君って言うのか。そうか。お父さんの名前なんて名前かな？うんちゃん。うん、うんちゃん。うんちゃん。えつろ。えつろ。お父さんえつろだ。じゃあお母さんは？えみこ。えみこ。じゃああなたうちまもるさんって人いるでしょ？いる。誰だあれは？おじいちゃん。おじいちゃんまもるさんって言うんだ。本当。じゃあおばあちゃんは？よしえさんって言うんだよ。だって。あの人おばあちゃん？で、あなたのうちにお姉さん二人でしょ。上のお姉さんなんて名前？はるちゃん。下のお姉さんが？なえちゃん。ああ、そう、全部で何人いるの？五人。だって、まもるさん、よしえさんでしょ。えつろうさんでしょ。あ、七人。そう、えみこさんに、はるちゃんに、なみちゃんで。僕。全部で何人だ？7人だぞ。すごいね。僕もね、子供の頃7人だったんだよ。え？7人じゃないよ。7人だ。ね。りなちゃん。はい。あなたりなちゃんっていうか、お父さんの名前なんて名前ですか？うん？うんちゃん？違うちゃん？お父さんの名前なんて名前かな？としひささんって誰じゃ？ブップ？パパ。あ、パパね。うん。じゃあ、のりこさんは？ママ、お母さんだ。あんたのうちにお兄さんがいるでしょ。お兄ちゃんの名前なんてしっかり言えるか？なんて名前？マサト。ん？マサト。そうすると家族は全部で何人ですか？4人。ん？4人なんだ。ね。ミカちゃん、ユズキちゃん、ミズホちゃんって知ってる？みんなあんたの仲のいい友達だな。へぇ、なに？へぇ、なに？りなちゃん？うん。まあ、ほんと？うん。りなちゃんはいい子ですよ、皆さん。床のね、拭き掃除をしてるんだって。そう？へぇ、ほんと見たな、あなた。うん。それがどんなことしてた？それから洗濯物を畳んだり？うん。ほんと？うん。他に？うん。玄関の靴並べしたり、お料理の時はスプーンを並べたりしてる？うん。ほんと？うん？してない？でも、見たんだって、この人。僕はね、時々ね。いや、待ててよ。みんな手叩いてあげてよ。ね、謙遜してね。謙遜ということはまあね、そう。じゃあケイ君はどんなことしてるの？うん、靴の整頓。うん、靴の整頓してるの。それから、洗濯物を畳んでる。うん、いいね。みんな手叩いてあげてよ。それから舞ちゃんはどんなことしてるの？舞ちゃん、何？日曜日に洗濯を一緒にしてるの？舞ちゃんが、お母さんを手伝って。ほんと、みんな手叩いてあげてよ。日曜日の後ね、舞ちゃんはね、洗濯物を畳んでるんだって。それから何？幼稚園で上履きを洗ってほしいけど、あんまり洗わない？今度洗おうな。上履ききれいになるときれいになるからな。よし。ね。よし。
舞ちゃんはね、いつもね、お洗濯をね、手伝ってるんだって。それから、田島くんはなんと、へんへん、デザートを作ってる。あんたデザート作れるの？おー、すごい、みんな手叩いてる。お姉ちゃんもね、あのデザートとかね、うん、クッキーとか作ってるよ。あんたの姉さん、前も上手だもんな。はい、それが誰？カツくん？うん、カツくん何やってる？うんうんうん、赤ちゃんの面倒見てる。うん、素晴らしい。リアル素晴らしい。あの人はね、下に小さい赤ちゃんがいてね、その人の面倒を見てるんだって。みんな手叩いてあげてる。いや、すごいことなんだぞ。うん、それから、うん、おもちゃの後の、うん、後片付けしない？うん、あんた、後片付けしてないの？ちょっと、リアマくん、なに、お部屋の中が散らかってる？うん、ほんと？ちょっとあんた、部屋の中を散らかしてるの？メスイにしてるんだって。行かんぞ。な。で、むと、お母さんが片付けていったって言ったら片付けてあげようよ。な。あきさん。ね、なに？あきさん何やってた？うん。猫に？うん。ご飯をあげてた？うん。ウニちゃんに？うん。ほんと？猫の面倒見てるんだ。そうか。うん。それから、何？あきさんはね、お母さんがね、料理ですよって言うとね、いろんなね、食器を持ってきてくれるんだって。ね。あ、そう。うん。みんな家族いるんだ。な。家族は一緒に住んでます。後で家族の顔を描いてもらいますが、ちょっと覚えておいてね。眉毛描かなくちゃいけないね。目、鼻、これ鼻だぞ。それから髪の毛だぞ。あ、口だぞ。耳だぞ。あ、耳はなくなっちゃったぞ。目だぞ。あ、目も取れちゃったらこうなっちゃう。あなたくん、あそこに出てるのは手か足かね。目がある。いやいや、斉藤くん目と口がある。何それ？目と口がある。手、あ、この人は手が4本。目と口がある。あー、口もあるね。目と鼻。え、鼻何が？まあいいか。よし、じゃあちょっとみんなね、鉛筆出してくれるか。買ってくるね。みんなのね、家族のね、顔を描いてもらいます。いや、描けない。いいか。書けない。いいよ。この中にね、みんなの家族の顔を描いて、まず真ん中にね、あなたの顔を描いてごらん。じゃあ今日お休み。いいか。まあ、あとは暇、あ、時間があったらね、あの、ダンディと王子さん描いてあげない。いい、家族の顔を描いてよ。ダンディってもうおじいちゃん描かないといけない。あれもおじいちゃんなの？ずいぶんなんといいんだな。書かないといけない。体も描いていい。体も、まあ、顔だけでいい。とりあえずね、誰を描くの？誰を描くの？いいか？誰を描くの？あなた、あの、たくさん7人描かなくちゃいけないんだぞ。最初の7人も描くんだぞ。じゃあみんな、ムーさんもね、ね、家族の顔描いてみてよ。お父さん、お母さん。大きくて、どれにしよう。まあ、そうそうそう、いいこと言ったね。まず、あの、自分の顔をしっかりというか、大きく真ん中に描いてごらん。それから、あの家族一緒に住んでる人の顔をみんな描いてくれる？僕7人だから。7人だもんでね、斉藤くん大変だよ。頑張って描いてみてよ。字では描けない。描けない。 どうして？描けるようにね、ちょっと描いてみて。皆さんは今家族の顔を描いています。あ、なんか見えたぞ。うん、何待ってる。おはようおやすみ。ダディねえね。うん？描けない。僕の描いた家族の顔見せてあげようか。こんな顔。え、一人しかいない。これお父さんだ。ひげが入ってる。こうするとお母さんになるの。あ、これお父さんか。お父さん、ひげがあるからな。あ、これお父さんだ。どうよ。変な、変なって言っちゃダメだよ。で、聞いてみる。
ね、上かいて上。斉藤くんのお父さんこんな顔？うん。こんな顔？こんな顔？こんじゃない。それじゃあこんな顔？まあいろんな顔なんだな。なんか似てる。よし、じゃあまあ描いてみてよ。これおじいちゃんみたいだなこの人。やだね、描かない。ちょっとばかりしてば。描けない。描けない？まあ一緒に住んでる人の顔を今日描いてみてよ。描いちゃった。じゃああとお父さんとお母さん誰だったかな。ね？王子が。まあ王子は後でいいからさ、まずお父さんとお母さん先に描いてくれなきゃ。ね？涼介さんと。ん？もし分かった。自分の顔描いて、それからお兄ちゃん描いておいてね、最近お兄ちゃんちょっとここ来なくなったから。リアム、弟さんの名前なんて名前なの？ジェイジェイ。うん、じゃあその人も描いてよ。いい？うん。ん？桜さん描いてくれないと。まずね、まず自分の顔を描いて描いたらいい。最初に自分の顔を描いてみる。おお、もう3人書いたぞ。だいたい書いたら次行っちゃうぞ。書けない。書けるよ、じゃあ書いてあげようか。書いてもらったら。ごめんな、今日教材バラバラになっちゃって。もう書けない。そうやな、書けません。これからやっちゃいる。なんでハートの後って書いてよ。真似するんじゃん。書けない。もう少しでできる。書けない。できた。あと何時。もう少しでできる。できる？できた。みんな自分の顔は描いたらまあいいんだよ。それでそれから赤ちゃんも家族だし。できたダンディも。でも家族って時はあのダンディとか王子とかな。犬いる。あのウニちゃんは入れないんだよ。こっちに犬いるから。まあ、まあ、犬も本当はね仲良くするって意味では家族でね。あのゲンちゃん犬いるから。うん、だけど一応家族は何人ですかって聞かれたら聞いてみ。じゃあ田島君家族は何人ですか？家族は3人。3人ですか。桜さん家族は何人ですか？4人。斉藤君家族は何人ですか？8人。え？8人増えた？玄ちゃんもいる。あ、玄ちゃん入れちゃダメ。玄ちゃん、玄ちゃんは入れないの。先生体から。家族は何人ですか？7人。鈴木さん家族は何人ですか？間違いない。入れ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 ない。間違えちゃったって。入れない。かけない。3人。ムーンさん家族は何人ですか？かけない。え？3人。そう。リアム君家族は何人ですか？4人。4人。伊藤さん家族は何人ですか？5人。え？5人。じゃあちょっとごめんね、ちょっと前後逆になるけども、こっち見てよ。できた。いいか。できた。声出してよ。これ金魚さんの家族なんですけどね。金魚さんの家族はこっち見てよ。伊藤さんいいか、しっかり声出してよ。斉藤君足を前に出して座れな。外リアム君見えるか。あ、リアム君が見えるか。田島君声出すぞ。お父さん。お父さん。おお、初めて今日元気な声聞いたね。お父さん。お父さん。お母さん。お母さん。お兄さん。お兄さん。お姉さん。お姉さん。私。私。僕。僕。とも言いますね。それから弟。弟。妹。妹。今度はウサギさんの家族です。どんどんちっちゃくなってくる。まだね、子供だから小さいね。
そしてやがてお父さんのように大きくなるんだぞ。お父さん、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 お母さん、お母さん、お口ごめんなさい、お母さん、お母さん、お兄さん、お兄さん、お姉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 さん、私、私、弟、弟、妹、妹。今度は人間ある家族のか、あ、こっち人間さんの家族です。わあ、たくさんいるね。この家族にはおじいちゃんおばあちゃんも一緒にいます。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、お父さん、お父さん、お母さん、お母さん、お兄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 さん、お姉さん、お姉さん、うん、お姉さん、お姉さん。斉藤くんがこう動いてるもんで、ちょっとやりにくいんだな。お姉さん、お姉さん、私、私、僕、僕、弟、弟、妹、妹。じゃあ先生、この図を見てね、みんなに聞けますので、早く教えてくださいね。これは誰だったかな。お母さん。これは誰だったかな。じいちゃん。じゃあこれは誰かな。お父さん。じゃあこれは誰かな。お兄さん。じゃあこれは、お姉さん。これは、私。これは、僕。何、僕。僕はこの人でしょ。この人、これ妹、弟、弟。お家の弟がいる人手挙げてごらん。あなた弟いるでしょ。弟いる人一人。じゃあ妹がいる人、妹。じゃあお姉さんがいる人、お家に二人までいる。お兄ちゃんがいる人。お兄ちゃん、お兄ちゃん。でもね、怖いのはこの幽霊の家族。見たい？うん、見たい。見たい。怖いの？見たいの？じゃあこれ、じゃあ先生一緒に言ってよ。お父さん、さん、はい。お父さん。お母さん。お母さん。お兄さん。お兄さん。お姉さん。お兄さん。私、もっと怖そうに、私、弟、弟、妹、妹。分かったでしょう、ね。書けない、怖くない、書けない、髪の毛ない。そう、つるっぱげ、つるっぱげ、書けない。そう言わないでよ、これ。この人怒ってる。そういうこと言うもんだから、怒ってみるでしょ。みんなの父さんどっち、こういう口、それともこっち？変なの。こっち？変なの。変か？めっちゃ。じゃあ目はこんな目か？しょっぱりしてる。こんな目か？鼻か？ああ、そう。そうか。変なの。変なの。そして大切なことは、家族はみんなでどうするんだ？助け合うんだな。助け合う。力合う。うん？力合う。助け合ってる？助け合うときに一番大事なのはお手伝いをすることなんですけども、お洗濯、こういうお洗濯物を干すっていうのはちょっとね、皆さんまだ届かないかもしれませんけども、届く、やってる。もう6歳だもん。届く、うん、そう。じゃあちょっと聞いて。届かない。6歳だもん。あなたちょっとお尻にうんちついてんじゃないの。うん、さっきはきちんと座ってないもんだけど。だけど全然私、いやいいや、かゆかったらそうしてね。青、ね、あのお尻かゆい人はね、こうやって壊れない。いいかいいかい。ちょっと僕もついてる。うん。仲間なの。うん、なんだったっけ。あ、お手伝い、この洗濯物干してる人ちょっと手挙げてごらん。お家でね、洗濯物干してる人。いいよ、自分で干して。そんな、おリアも一時相談しないのよ、そんな、なんたの。わかんなくないじゃん、自分の思い出してみろ。手伝ってるかどうかってことは自分の問題だもん、あなた。ね、お母さんに聞いて、僕手伝ってるなんて言うか言わないだろ。お手伝い、お洗濯も手伝ってる人、いませんか。いない。いる？伊藤さん手伝ってるんだな。よーし。ムーさん手伝ってるの、ね、お手伝い。手伝ってる。じゃあ、お料理の手伝いしてる人。お料理をね、一緒にお母さんと一緒に手伝ってる人。うん、素晴らしい。お二人だぞ。一回も手あげない人がもしいたら、今日はお仕置きだぞ、お前ら。いいな。でもたまにご飯ね、お箸とかね。そのたまにっていうのはちょっと気になるんだよね。何？たまに何？
たまに机に乗せる時ある。そういう時もあるのか。もうじゃあ今度たくさんやってよ今度、ね、たまにじゃなくてね。よし、まあいいでしょう。じゃあお掃除の手伝いしてる人。はい、はい、してる。はい、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 あんな上げ方ってダメだよ、はい、お掃除やってる、はい、あなたの手、はい、これじゃあちょっとあんまりやってるように見えないんだな、はい、やってる、やってないよあんまり、はい、これちょっと難しいんだけどね、お風呂洗いだとかお風呂のタイルはあの洗ったりしてる人いる、これ お風呂の湯張りしてる人いる、湯を入れてあげる人。いやね、まあ今簡単なのもあるけどね。そう、でも時々ね、前はね、あの床で掃除した。時々出た前何年ぐらい前、ね、ずっと昔。たくさんやろうよね。6年とか。お買い物に行ってね、重い荷物を持ってあげる人。はいはいはい。どうしてみんなお母さんお父さんと相談するのかな。みんな自分で考えてあげればいいんだ。お手伝いしてる人は手あげればいいんだから、はい、あんたしてる。さっきの斉藤君がよく手あげてる。素晴らしい、あなた、はい、あリアム君も素晴らしい。あなた荷物持ってあげてるの。はい、本当、はい、あなた持ってあげてるの。おお、あなたも、はい、あそう、ああそんなにいいな。お洗濯よし、みんなやってるんだな。これが大事なんだけど、小さい子がいるのは今誰、リアム君のうちだけ。おうちに小さい子がいる人ね。え、他に小さい子いる人いる、うちにいない。ムンさんのうち小さい子いる。でもね、リアム君はね、下のね、弟さんのね面倒を見て一緒に遊んであげてるんだって。あなたいい人だね。素晴らしい、みんな手伝いであげてる。いい子なんだぞ、そういうことする人はな。僕そのリアム君のいいとこ見つけた。あの人ね、こうしてね小さい子の面倒を見てるんだって。いないからね、どう、僕だけだからね。何を、一番下だから。これお母さんお姉さんかな、こっちもちょっとおかしい。入ってる。じゃあお兄ちゃんかな。お兄ちゃんに見えな いそう、これはじゃあおばあちゃんかな。見えない、あ、見える。お父さんだった、ね、おじいちゃんに見える。それおじいちゃんに見えるか。それで、ね、ダンボール泥棒に見える。え、ダンボール泥棒に見える。ダンボールって何、ダンボールって何。今日ごめんね、最初にね、これをやろうと思ってたんだけどね、声出すためにみんな字読めるかって聞いてね。はい、鳥の泥棒の。ちょっとごめんなさい、今日はあのバラバラになっちゃっ てね。これ読んでくれるみんな。いや読んでって言ってるの先生。いや、何、いや、いや、読みなさい。いや、じゃあこれはトイレ、行ってくださいトイレ。じゃあこれは、あ、読めないの、これ字が書いてないの。あ、書いてないって書いてあるわ。そう、うん、違う。じゃあこれは逆さま、ごめんごめん。逆さま。これ何て書いてある？逆さま。何だって？逆さま。何？逆さま。逆さまだ。じゃあこれは何？林先生。あ、林先生って書いてあるの。そう。違う。先生好き。何？先生好き。桜田さん上手に読めるよ。桜田さん読んでごらん。先生好き。あ、そう。あんた先生僕好きだったの。違う。じゃあこれは。大きい。何？大きい。小さい字だよこれ。読んでごらん。大きい。いや小さいってこれ。大きい。じゃあこれなんて書いてある？見えない。あんた見えないのこれ。目にかけたんじゃない。僕見えないから、ね、目にかけてるの。これなんて書いてあるこれ？見えない。じゃあこれは？小さい。え？小さい。大きな字じゃない。小さい。読めるよ、なんて読むの？小さい。じゃあこれ読んでごらん。読めない。やっぱり読めないの。読める。じゃあこれは読めない。はい、じゃあこれ読んでくれる人。はい。じゃあ読んでくれる人。はい。斉藤君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 。はい。あ、やっぱりお尻かいいのか、やっぱ。はい。斉藤君。はい。って書いてある。そんなたくさん書いてないの。はい。はいって書いてある。じゃあ斉藤君当ててやってるじゃないか。はいって書いてあるの。読める人って聞いてるの。いや。はい。はい、斉藤君。はい。斉藤君。はい。斉藤君。はい。はい、これ。はい、怪しい先生。
もうね、今日ごめんね。林先生、ジャコちゃんどっち？林先生うち、ね、どうしたって？林先生うち違うよ、はい、お家から来てるんだよ、ここに。まあね、書けない。これを一番、まあじゃあごめんね、あと直すね。書いてない、書いてない。ごめんなさい、ドサッと落としてバラバラになっちゃう。そのままで直そうと思ったらもうできなかった。じゃあこっち見てよ、まあ最後これ勉強して笑ってくぞ。じゃあ今日早いけどね、お父さんが言いました、こんにちは。こんにちは。お父さんが言いました、こんにちは。こんにちは。お父さんが言いました、こんにちは。こんにちは。お父さんが言いました、こんにちは。おじいちゃん。お母さんが言いました、こんにちは。こんにちは。お母さん5時いけないのか。お母さんが言いました、こんにちは。こんにちは。5時いけないのか。あ、そう。お母さんが言いました、こんにちは。こんにちは。赤ちゃんが言いました、うばうばうば。赤ちゃんうばうば、赤ちゃんが言いました、うばうばうば。いや、またちっちゃい両方にして。そう、じゃあ赤ちゃんが言いました、うばうばうば。うわ、ブー。ブーブーって言うの？大きい。赤ちゃんが言いました、ブーブー。ブーブー。あ、こんなでいいな。じゃあ、おじいちゃんが言いました。こんにちは。こんにちは。おじいちゃんが言いました、こんにちは。このおじいちゃん。林先生みたいだな。おじいちゃん言いました。それ林先生だ。あ、僕の僕か。僕この服着てるか。おじいちゃんいました、こんにちは。これ僕、林先生。赤ちゃん。おじいちゃんが言いました、こんにちは。こんにちは。いいか。まだできてない。じゃあ、あとはケロちゃんに来て一緒に遊んでもらおうか。ケロ。まだできてないもん。何を？先の絵またお家描いてみてよ。今日は描かないもんで、ごめんな。私も全部描いたもん。全部描いた。もし描けるんだったら名前描いてみてごらん。お父さんの早く描いちゃった人はね、お父さんの名前、お母さんの名前、自分の名前もそこに描いてみろ。できる。僕ね、この人素敵だと思うよ。だんだん、だって7人だもん。見て、うん、こんなに上手に描いてある、これ。この人、これ。これがお父さんで。いや、違う。それ僕。あ、僕で。この人大きいから、大きいから、あの、お父さんかと思ったら。これ誰？僕。なんて名前？この人。それ、ケイ。ケイ君。じゃあ、これは？お母さん。お母さん。なんて名前？エミちゃん。エミちゃん？エミコさん。エミコ？じゃあ、これは？はるちゃんね。で、これはじいちゃん。これはげんちゃん。ねえ、いいね。まあ、本当はね、家族なんだけどな。な、で、これはばあば。ばあばの名前知ってる？知らない。知らないさんっていうの。知らない。うんうんさん。今度聞いといてよ。な、おばあちゃんの名前必要な時だってあんたら。これ誰？これは誰かな？ねえねえ。じゃあこれはパパ。この人の絵の素敵なところはね、みんなね、ニコニコ笑ってる。ほら、わかるか？きっと楽しい家族なんだな。みんな手叩いてあげてよ、ね、ほら、みんなニコニコ笑ってる。まだできてないもん。ないよ。よし、じゃあ最後にケロちゃんに来てもらおう。今日はねえ、その家族、キッキーサルがいい。キッキーサル、家族、言ってみろ。家族は一緒に住みません。家族はふざけないぞ。一緒に助け合います。家族は一緒に教え合います。家族は一緒に守り合います。家族はみんな仲良くします。ケロちゃん、家族いる？うん、いるって。お父さんは？うん、あ、いない。うん、どっか行っちゃった。うん、じゃあお母さんは？うん、いない。うん、どっか行っちゃったの？うん、カエルさんはね、お父さんお母さんね、卵産むとどっか行っちゃうんだな。うん、
ゃあお兄ちゃんは何いる何人いるの1000人もいるいるわけないだってそれぐらいたくさんいるんだよなじゃあお姉さんは何人いるの1000人もいるってわあ1000人もいるのじゃあ弟はいる何人いるの1000人もいるの何みんなおたまじゃくしだってみんなおたまじゃくしだって田んぼにいるんだってそう、じゃあ妹はいる何人いるの1000人もいるこの人、この人住んでるとか、そんなお風呂なんてそのレベルじゃないの広い池に住んでるんだ、まだ池がお風呂だよ、ね、え池がお風呂おたまじゃくしだ、まだ1000人だから、1000人そう池はね、たくさん池がお風呂だから、ケルちゃんはカエルさんのことも小さいからね、1000人よりね、入るんだよ何がちっちゃいから、おたまじゃくしがおたまじゃくし小さいから1000人ぐらい入るって、うん、な、うん、そう言ったの、ね、今そうか、いいね兄弟たくさんいて、うん、そうか、な、でも僕あなたのお父さんになってあげるから、いや、いや、うん、そう、うん、変な顔してる、うん、なこと言わないね、まあ、ね、な、じゃあ今日は家族の勉強しました、お手伝いたくさんしてるんだぞ、するんだぞ、うん、あんたどんなお手伝いしてるの、うん、うん、うん、してないの、うん、お手伝いしなきゃ、僕今日たくさんお手伝いしてるなって感じたのは。斉藤くんたくさんしてたね。リアム君もたくさんしてたな。お手伝いをね、たくさん教えした方がいいというか、した方がいいですよ。ね。じゃあ終わります。いいか。かけた。今日はごめんね。バラバラ。